いや、3つレンズあるやつ買えよ。優しいな。大丈夫、あの、これは視力いいから。ああ、なるほどね。うん、3分の2悪いんだ。そう、うちのチームと一緒、俺以外の2人が悪い。ああ、追い出してーなー。おおお、まだ狙ってんのお前だけやで。工藤静香の。おお、キムタクも YouTube 始めたからね。ついにコラボ。いやー、でかいね。キムタク YouTube 来てくれたってことはコラボできるってことだろうね。怖いな。でもみんなここにキムタク立ってんの。座らせろよ。いや、立ってキムタク立ってんの見て。花束を2束と3束合わせると何束になるかな。相談。いや、そう、恋愛系の相談ちゃうしょ。うん、謎謎。花束を2束と3束合わせると何束になるかな。1束。正解。え、なんで合わせたら、だって根っこが一緒やねんから。あー、なるほどね。うん、あー、すごいいいじゃん。どっからでもマウント取れんの。お前いいじゃん。固められて4文字固め食らってんのに。すっごいね。なんか謎謎は高崎の方が得意そうだけど、引っ掛け謎謎は南の方が得意そうだね。今のは引っ掛けか。うん、まあ、種類が分からへんけど。3メートルの鎖にライオンが繋がれています。そのライオンは何メートル先までの草を食べることができるでしょうか。無限。3メートル。もう一回、ちょっと どっかよく終わってんだよ。3メートルの鎖にライオンが繋がれています、はい、そのラインは何メートル先までの草を食べられることで、はいはい、食べることできません。草食動物ではないので。正解。ちょっと待って、どっかにする前に終わってるわ。悲しすぎるんだけど。え、どっかにオムライス。どっかにオムライスって俺今後言わないから、その聞き間違いなしで頼む。今ゆいで方向転換したけど、遺言で言うからみたいなことやろ。え。第3の目必要よ、これ。第3の目があればいける。なるほどね。ずっとやってんのずやん。これ大宅の第3の目ちゃうで。大宅の第3だと思ってねえよ。グランジの第3の目な。グランジの第3だと思ってなかったから意外だよ。タクシー運転手が反対向きに道路を走っています。それを見た警察官は何も言いませんでした。はい、なんで、タクシーじゃなくてタクシーの運転手だったから。正解。うぜーの。いいね、南。第3の目がすごいわ、やっぱ。じゃあ誰の目だよ。謎謎にするか。グランジの第3かよ、やっぱり。どんなに頼んでも売ってくれない人のお仕事は。どんなに頼んでも、はい、占い。おー、正解。テレビ見てようかな。いや、めっちゃ集中しろ。言い訳作るな。いや、ちょっと南が早すぎるっていうのがあるな。一緒にマラソンした時も言ってたな、それ。南が早すぎるっていうのがあるんだ。その早いのマラソン。マラソン長距離は得意。悪い。クマやウサギならできて、キリンやペンギンにはできないゲームは。しりとり。正解。早いね。結構マジですごくない。すごいね。でもね、俺がすごいんじゃないね、これ第3の目がすごいね。で、誰の目なんだよ。グランジの第3。あ、やっぱそうなのかい。なんで別の第3そろそろ欲しい。そう、増えることはあっても減ることはないものは何。はい、はい、魂。増えることがあっても減ることがない。違います。それ第3の熱いとこ出た。第3の熱いとこ出た。増えることがあっても減ることがない。逆やったらお腹とかやけどな。もう増えることが、うわ、なんか時間もらったらもらったでできないのもきつい。わかめ、わかめちゃうか。増えることも。え、なぞなぞ。増えることがあっても減ることがない。うん、全然なんかそう、めっちゃ広く考えるものじゃない、そもそもこれ。芸歴。ごめん、第3の悪いとこずっと出てる。いや、でもそんなもんや。え、まあ、それも正解。年齢か。年齢。正解。年齢、芸歴もそうだね。やばい、唯一いい目奪われた。ああ、よし、じゃあこっからは勝てるぞ。大きな荷物を抱えたお年寄りがバスに乗ってきました。でも誰も席を譲りませんでした。なぜ。え、席が空いてたから。正解。もうやるな。
もうやるよ。これ別の第三入ったわ。子供だって泣いてるからな、俺。誰だよ。吉本たちの第三。吉本た、吉田たちじゃなくて吉本たちの第三かよ。大沢さん、ほんま名字吉本やから。ごめん、吉田たちさんみたいに言っちゃった。あ、そういうことなのかよ。その内情のことは知らなかったよ。内情なんこれ。内情ではない、言葉を間違えてしまったよ。おいおい言うな。いやいや、その俺らの父親がボーリングの世界選手権、世界選手権ではねえわ、日本の奈良の大仏と鎌倉の大仏はどちらが先に立ったでしょう。はい、両方座ってる。正解。すごくない？いや、すごいな。ちょっとさ、前車の帰りに出してくれたタイプのクイズ欲しいな。車の帰り？あの旅行の車の帰りにさ、ああ。俺あのタイプのクイズなんかさ一問も出てこないんだよなんかあれとか確かに謎謎みなみ強いのかな。あの線香花火で30分測るみたいな。ああ。線香花火じゃねえわあれ。カトリ線香か。ショートケーキという日があります。それは毎月22日です。なぜ22日が、1と5の下にあるから。1号が乗ってるから、はい、15日の下にあるから。はい、カレンダーで正解、はい、なんか確かに高崎の いや、なるってこんなまだめっちゃボケるわ。いやいや、そのもうそれもやばいの。いや、ここからなんかこれもう外す外す。大人げ出してなんでこれボケ出したら、これ外した時がボケる俺。いや、ほんまやで。逆に高崎これあげよう。いや、もうきついって、ここかまってくんのもきついね。もうなんか気使われてるやん。いや、ちょっとこれでいけるから。そうなん、マジこれがすごいな。確かに全然違う。うん、これが第三の目か。うん、しかもファティマ第三の目スペックやん、うん、お父さんカエルはケロケロケロ、お母さんカエルはケロケロ、さて子供はなんて鳴くでしょう。泣かないオタマジャクシだから。正解。ジミルは言ったノリさんもちょっと参加しましょうよ。なんか楽しそうだね。つよしくんのお父さんには5人の子供がいます。一郎、はい、どうもてくだよ。めちゃくちゃボケたかったんだよ。聞いてて。いや、いいっす。光一、つよし、一郎、二郎、三郎、四郎、さてもう一人の名前は。たくめん、ちゃんと聞いてなかった。ごめんなさい。つよしくんのお父さんには5人の子供がいます。つよしくん正解。ああ。全然違うな。巻き返せ。大丈夫。なんか右みたいになってるもんね今。懐かしいな右。オセロの駒は何種類あるでしょう。はい、1種類。正解。あ。やばいな今。今のはやばいよ。やばすぎるだろ。1種類で正解と合わせて2種類。今の恥ずかしいよね。やばいな。俺なしでじゃあ2人で。あー、ちょうだいちょうだい。俺が強すぎるっていう風にしようじゃ。いや、すご、うん、すごすぎたけどね、ちょっと言ってたけど。10人乗りの大きなエレベーターが故障して2階から落ちてしまいました。でも怪我人はいなかったようです。なぜ。10人乗りだけで誰も乗ってなかった。正解。どういうことなるほどね。どういうこと、なんでその正解してんの。ああ、そこがもう、ごめんごめん。そうだわ、当たり前でふざけんな。聞かんよりそれ、聞いて分かったら言っちゃうから。5人でかくれんぼをしています。2人見つかりました。残りは何人。2人。正解。これで今3人みたいな感じで言ったってことだもんな、さっき。やばいよ。おいでね。うん、こんな割れんばかりの顔やったっけ。タクシーに見えるもんな。太郎くんは焚き火をする準備をしています。ろうそく、新聞紙、木の枝を準備しました。マッチはたった1本しかありません。さて何から火をつけますか。マッチから。正解。わあ、ちょっと調子悪いわ。また負けた。え、また負けた。まあ、勝ち負けつまんねえ。
めちゃめちゃつまんねえな、マジで。なんだこの時間、マジで。人生の無駄だな。今に始まった話じゃないやろ。殺した高崎に逆に出してや、ほんで3人で答えるから。それで盛り上がったらさ、何か満たしてくれ、何か満たされない、何か満たしてよ。出題者側の方が楽しそうよ、ん、でもじゃあ、木島は多分知ってるから、うん、線香花火、あ、違うじゃあ、あの、香取線香の、これ、なぞなぞじゃないか、でもクイズか。最初は4本、その次に、最初は、なんて言ったでしょう、ね、じゃんけん死ぬほど飛んでるやつみたいな。4足、2足、1足、この生き物なんだ。最初は4、その次に、その最後は1。この生き物なんだ。4足、2足、1足。なんだ ?4 足、2足、1足。いやー、なんだ、キジマは分かってる。人間、はい、正解。はい。え、1足ってのはお化けになってってこと？いや、じゃあ、杖。あ、3だ。あ、もうやだー、この動画上がってほしくない。やだ、もう、めっちゃ馬鹿にされる。マジきつい。神妙な顔やめろ。仕事なくなる。なくなるねえ。全部の仕事なくなる。大丈夫だよ。やだ。大丈夫だよ。きつい。気のせいかな。左腕が折れた。あ、折れた、音が。あ、噛んだ、俺も。大丈夫。分散しよう。分散しよう。そうなんじゃできない。長崎大丈夫だよ。終わった。いや、ニートの大丈夫だ。ありがとうだけど、無意味。ごめん。オセロの駒は何種類あるでしょう。はい、1種類。正解。ああ。やばいな、今の。今のやばい。今のやばい。